はい、宮城ケーブルテレビ塩釜にありますケーブルテレビでコミュニティ放送をやっております。エリアが石巻から名取の、沿岸部が中心となっております。はい、そうですね、当日は会社にいたんですけれども、ちょっと制作が私しかその時会社にいなかったもので、一度焦って外に出たんですけど、もうこれはカメラを持って市役所の対策本部に行かなきゃと思ってカメラを持って走ったんですね。そうですね、市長をはじめその市役所の方々の迅速な対応というのがものすごく私の目にも焼き付いておりまして、やっぱりその何をしたらいいですかって伺った時に、じゃあ防災無線をお願いって言っていただいて、もう私もその日はずっとそこで防災無線をさせていただいております。そうですね、うちの会社がある場所が塩釜ですので、毎日目にしますし、私も取材をいただいているわけで、震災後は、もちろん、なんていうんですかね、その前がわからない、先がわからないような不安な状況というのがやはりこの塩釜にもありまして、皆さんきっといろいろご苦労されて、今ですねやっと再建される方もいれば少しお休みされる方もいるという形ではあると思うんですけれども、仮設住宅もまだある状態でそこに暮らしていらっしゃる方もおりますので、まだまだ復興とは言い難いかなというふうには思っております。ただ塩釜は他の地域に比べると少しその、なんていうんですかね、再建が早い部分でもあると思うので、町のこの活気を塩釜から発信していって、他の地域にもその元気が、なんていうんですかね、発生するようなふうになればいいなというふうには思っておりますが、はい。そうですね、やはり震災前から一応地域のコミュニティ放送ということではやってきたんですけれども、震災があって私たちもその役割をいろいろ考える、地点にもなりまして、で、これから先っていうのはそのこれから復興していく街の様子を映していくっていうのも一つですし、あとは、もっともっとさらに寄り添った形で皆さん支援というよりは皆さんと一緒に一歩一歩前に進んでいくような番組作りができたらなと思っております。